ベルベジンの藤原です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ここにはオンラインストアのみになっております。ご了承ください。お値段程度などのお問い合わせはベルベルジウェブストアの方にお願いします。これから紹介する商品が4月の3日、夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは概要欄の方に貼ってますので、そちらの方をチェックしてみてください。あとですね、4月の1日に、私の書籍、教養としてのデリブという形で、本を出版させていただきました。お店の店頭の方でも、販売しておりますので、ぜひご購入してみてください。よろしくお願いします。はい、それでは、まず T シャツですね。はい、こちらボディが XL のボディの 100% コットン、エッシャーですね。エッシャーのプリント、こちらもね、エッシャーも定番ですね。ちょっとこの下の部分ですね、ステッチがちょっとだけ外れてしまってます。はい、後ろは無地で色も少しフェードしてて雰囲気もいいと思います。XL ボディなのでちょっとゆったりめで着れますね。はい、エッシャー T シャツ、こちら1万5800円に消費税です。はい、続いてバンドです。はい、こちらフルーツの XL ボディです。黒で、パールジャムですね。はい、プリントもね、非常にかっこいいんじゃないでしょうか。はい、バッグも、はい、シンプルなプリントですね。はい、XL ボディ、こちらもちょっとゆったりめで着れます。パールジャムかっこいいですね。はい、こちら19,800円に消費税です。はい、続いてはフルーツのこちらも XL ボディ、はい、セブンティーズのボディなのでちょっとね、細めです。そしてグレートフルデッドのこちらはね、プリントですね、染み込みのプリントです。はい、後ろは無地ですね。はい、プリントもね、スカール入ってかっこいいと思います。 XL ですが少し細めですね。僕が多分ぴったりめで着れるサイズ感です。はい、こちらで15,800円に消費税です。はい、続いてはボディが M サイズ、グレーの霜降りで 100% コットン、はい、映画のサイコですね、アルフレッド・ヒッチオック監督の、はい、1960と入ってます。はい、95年のねコピーライトも入ってますが、プリント結構かっこいいですね。はい、珍しいと思います。はい、M サイズなのでね、僕がちょっと小さいかなと思います。はい、プリントかっこいいですね。はい、こちら25,800円に消費税です。はい、続いてスウェットです。チャンピオンボディ、はい、XL の無地の白です。はい、XL なのでかなりダボっと着れますね。はい、ちょうど今の自分、あの時期ちょうどね、春になってきて、このぐらいデニムなんかで合わせても可愛いんじゃないでしょうか。はい、こちらで6800円に消費税です。はい、続いてもスウェットですね。はい、こちらもう XL ラージのサイズ、グレーの霜降りにウエストポイントのプリントです。ラバープリントですね。はい、こちらも XL なのでダボっと着れるサイズ感ですね。うん、状態もいいです。はい、こちらも6800円に消費税です。はい、続いては、はい、ヘルスニットですね。 L サイズ50/50のボディです。エンジボディで、アメリカンユニバーシティ、カレッジのプリントです。こちらラージなのでちょっとね、僕はちょっと小さめですね。はい、80年代ボディだと思います。はい、こちらも、こちら7800円に消費税です。はい、続いては、はい、こちらはどうだろう、ディスカスですかね。このボディはサイズが一応ミディアムサイズ、下にチロッと読めます。はい、白ボディ、はい、オハイオステイト、はい、こちら、はい、パーカーですけど、これかわいいですね。後ろのフードのとこにこの O と入ってます。オハイオの O ですね。はい、ボディミディアムなのでちょっと小さめですが、はい、女性なんか着てもかわいいと思います。はい、ちょっと前にね、僕ディスカスのねスウェットのちょっと、取材を受けました。はい、逆にこのね 80s ボディいいんじゃないでしょうか。7800円に消費税です。はい、続いてプーマのジャージです。はい、XL ですね。はい、こちらも80年代頃でしょうかね。プーマ、はい、もちろんね、ナイキ、アディダスも有名ですけど、プーマもね、ちょっと外してていいんじゃないでしょうか。うん、しかもゆったり着れる、ちょっとこのスウェット地のジャージですね。はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いてラルフローレンのスウェットです。サイズラージボディですね。はい、100% コットン、フルスナップ、チャンピオンのリバースでもフルスナップありますけれども、はい、ラルフ白でね、ちょっとダボっと切れます。うん、袖口にポロッと入ってます。
可愛いですね。はい、状態もいいですね。はい、こちらもこちら6800円に消費税です。はい、続いてラルフのパーカー、はい、黒ボディです。ラージサイズ、中がフードの部分サーマルがついてます。はい、ラージなんで僕がちょうどよく着れるサイズ感ですね。うん、まあ、黒何にでも合うと思います。はい、こちら7800円に消費税です。さあ、リバースイーブです。刺繍のミディアムサイズ、はい、綺麗なパープル、そしてチャンピオンマーク、目が金色です。このゴールドいいですね。はい、パープル、綺麗な色目でボディの状態もいいですね。 M サイズ僕はちょっと小さいですけれども、はい、状態いいです。意外と M サイズなかなかないですよ。はい、こちら15800円に消費税です。はい、続いて刺繍のラージサイズ、はい、90年代ですね。はい、綺麗なブルーです。はい、目付きのラージ、僕がちょうどいいサイズ感ですね。うん、状態もいいです。はい、こちら15800円に消費税です。同じく今度はプリントの XL になります。はい、こちら目付きです。同じく綺麗なブルーです。はい、まあ、こちらね、80s ボディ XL なのでちょっとゆったりめで着れます。はい、こちらも15800円に消費税です。はい、続いて刺繍のエクストラージ、はい、グレーボディです。ちょっと首元ね、ちょっとダメージはありますが、ウィスコンシン赤のラバープリントです。はい、XL ちょっとゆったりめですね。うん、はい、ボディの状態はいいと思います。襟元だけです。はい、ちょっとまあ雰囲気あっていいと思います。15800円に消費税です。はい、いいですね。トリコのラージ、はい、僕の大好きなトリコです。はい、グレーボディハーバードの染み込みです。はい、ちょっとね、縮みが出てるのか、ボディ、まあ、加速器入ってると思うんですが、ちょっとね、縮んでます。はい、僕が普段着るサイズはラージなので、僕ぐらいの方、もしくはちょっとね、ダボっと着たければいいと思います。染み込みなかなかないです。はい、こちら25800円に消費税です。はい、続いてミリタリーです。はい、ファティグジャケット、スモールレギュラーですね。はい、これからの時期ちょうどいいんじゃないですかね。春先、まあ、T シャツ1枚でもロンT1枚でもさらっと着るのにちょうどいいと思います。 S サイズちょっと僕はね、小さめです。僕が普段着てるのが M サイズです。はい、細身の男性、まあ、リップストップのタイプでね、状態もいいです。はい、こちら9800円に消費税です。はい、M65 ですね。この辺もね、まあ、帰りちょっと涼しいぐらいにちょうどいいと思います。スモールロング、はい、ロングなのでちょっとね、コートっぽく着てもいいと思います。はい、状態もいいですね。こちらも、はい、こちらで12800円に消費税です。はい、もう1枚 M65 です。よいしょ、こちらはミディアムレギュラー、ミディアムレギュラーは僕がジャストサイズです。はい、僕ぐらいの方、ジャストで着るにはちょうどいいと思います。はい、こちらも12800円に消費税です。はい、続いては LL ビンですね。はい、LL ビンサイズがちょっと L かな、 L サイズで入ってますね、表記が。はい、ベージュのね、サファリジャケットかな。はい、L です。僕がちょうどこうダボっと着れるサイズ感ですかね。はい、M だと僕多分ね、ジャストぴったりだと思います。ちょっとゆったり着るのもいいですし、ちょっと大人っぽいジャケットですね。はい、80年代の LL ビンで7800円に消費税です。はい、続いても LL ビンですね。ちょっと襟元ね、ダメージがあるんですが、こちらサイズが40と入ってます。はい、まあ、シンプルなね、ナイロンで、はい、裏地が綺麗な緑のチェックになります。ちょっと LLB らしいね、チェックですね。はい、襟元だけですが、外のナイロンは状態いいと思います。40ですがちょっと小さめですね。はい、自分が着るなら多分44ぐらいかと思います。うん、はい、まあ、大人の男性ぜひ。はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いてエディバウアーですね。80年代でしょうか。サイズラージサイズ、デニムジャケットです。はい、まあ、今 G ジャンブームですが、ちょっとこういったね、外れたと言いますか、まあ、リーバイスとかね、王道ではないエディバウアーなんかもね、
ちょっとダボっと切れます、はい。まあ、80s らしい、まあ、色の雰囲気もそうですし、サイズ感かなりダボっと切れます、はい。12,800円に消費税です。はい、続いてナイロンのコーチジャケットですね。サイズ44、46と入ってます。ラージサイズ、はい。オレンジのシンプルな無地です、はい。かなりダボっと着れるサイズ感ですね、うん。状態もいいですし、はい、ポップなカラーがいいと思います。はい、こちら7,800円に消費税です、はい。続いて大人気ですね、カーハート、はい。ちょっとね、サイズ表記は読めないんですが、おそらくラージサイズじゃないでしょうか。はい、もう定番のブラウンダックです。はい、まあ、ちょっと色もねフェードしてて雰囲気もあります、はい。僕がダボっと着れるサイズ感ですね。まあ、リバースの上でもいいですし、これからの時期だったらね、薄手のシャツの上とかでもいいと思います、はい。こちら12,800円に消費税です、はい。続いてナイロンジャケットのプルオーバーですね、はい。こちらコロンビア、はい、USA 製です、はい。カーキのねプルオーバータイプ、形もね、かっこいいんじゃないでしょうか。多分サイズがですね、表記はちょっと読めないんですが、おそらくラージサイズぐらいあると思います、はい。自分が上から、パーカーの上からでもね、全然着れるサイズ感、はい。ちょっとね、ミリタリーっぽい色の上でかっこいいと思います、はい。こちら7,800円に消費税です、はい。続いてもコロンビアですね、こちら、はい。ゴアテックスでミディアムサイズ、ゴアテックス入ってます。はい、このね、髪もまだ、残ってますし、少しね全体的に色がフェードした迷彩かもですが、はい、M サイズ僕がちょうどいいサイズかなと思います、うん。まあ、ちょっと暖かくなってきましたが、こういったねちょっとかも珍しいと思います、はい。こちら12,800円に消費税です、はい。続いてポロスポーツラルフローレンですね。サイズが XL の、ベージュの、はい、ファイヤーマンジャケットですね、はい。素材的には、はい、ちょっと薄手のダックの生地だと思います、はい。XL なのでかなりダボっとなりますが、はい、ちょうどこのぐらい春先でもいけるサイズ、あのいける色合いといいますか、はい、コートですね。そんなに厚手じゃないのでさらっと着れます、はい。こちら15,800円に消費税です、はい。続いてリーバイスです、はい。こちらサイズ36、はい。ボディの色目がですね、黒ボディだと思うんですが、ちょっとね全体的に色がフェードしている感じもかっこいいですね。36なのでちょっと細身の男性、はい、ピタッと着るのもかっこいいと思います。下ねブラックジーンズなんかで合わせてもいいですし、はい、まあ、女性が着ても可愛いんじゃないでしょうか、はい。こちら29,800円に消費税です、はい。続いてはショットのライダースですね。ダブルライダース、サイズが38、はい。白タグの、はい、70年代ボディでしょうか、はい。大体ねショットの場合はあのベルト付きですが、こちらレースアップのバージョンです、はい。僕もね昔持ってたんですが、はい、ここのレースアップのね紐をちょっと、何か変えてみたりとか、はい、まあ、レザーの紐なんかなんかつけてね垂らしてもかっこいいですし、はい、逆にこう鹿革の紐なんかつけてね、何でしょう、ビーズとかつけて遊んでみてもいいんじゃないでしょうか。あとねこちら、まあ、いわゆるワンスタートの星がちょっと取れてしまっているので、はい、こちらねフェイクアルファで星だけを一応売っております、はい。僕もね何度か星買って、つけたこともあるんですが、ここはね、つけてみてやっぱり星がついてた方がかっこいいと思います。38です、はい。こちら39,800円に消費税です、はい。続いてこれはかっこいいですね、ファイヤーマンのパンツになります、はい。このカーキ色でちょっとねあの下の方とか少しダメージがあるんですが、リペアも入ってます。そしてちょっとね足元の方に少しまあオイル汚れといいますか、まあ、雰囲気抜群です。そして後ろに23とこうでステンシルが入ってます。可愛いですね後ろも、はい。一応サイズ表記3431表記です、はい。3431なのでちょっとまあ大きめですかね、自分だとダボっとなります、はい。ここでね調整するタイプなのでなるべくジャストで履いた方がいいと思うんですが、一応サスペンダーボタンもついてます、はい。13スターのボタンがついてるので 50s だと思うんですけれども、はい、50年代雰囲気抜群にですね、はい。こちら19,800円に消費税です、はい。続いてディッキーズのパンツのデッドストックになります、はい。ベージュ34あ3034表記、
はい、まあ、レングスはねちょっと長めですが素揚げしてください。デッドストック、はい、まあ、サンマルなのでね、ジーンズで31あたり入ってる方ちょうどいいと思います。はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いてはカーハートのペインターパンツですね。デニムのペインターです。はい、カーハート最近ね大人気ですね。ヴィンテージのカーハートももちろん人気ですが、はい、この辺のペインターはねちょっとゆったり履けますし、これちょっとね裏地付きです。はい、裏地がね赤のネルですね。はい、まああったかいです。はい、こちら実寸がね34ニッパチです。はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いて501の USA 製です。はい、ちょっとねカーキ色という言えばいいですかね、ちょっと薄めのカーキですね。はい、こちらパッチサイズがサブ632、はい、赤タブが R オンリーいいですね。はい、36表記なのでちょっとね大きめですが実数3532です。はい、僕はちょっとゆったりしますね。はい、まあデニムももちろんいいんですが、こういったちょっと変わった色目でも合わせやすいと思います。こちら9800円に消費税です。はい、続いてブラックジーンズです。501、はい、めちゃめちゃ雰囲気いいですね。なかなかこの仕上がりにはならないです。もうパッと見ちょっとねヴィンテージの風合いがあるぐらい。そしてパッチ表記は3432表記、真っ黒のブラックもねいいんですが、このぐらいの色にね仕上げるのってなかなか難しいです。僕もねこういった色目大好きで何本か持ってます。実寸がね、3432そのままですね。はい、結構きちんと履き込むとブラックもこういうかっこいい色になります。はい、こちら12800円に消費税です。続いて、こちら517になります。はい、ちょうどねいい感じのヒゲで色の雰囲気もいいですね。はい、こちらパッチがねちょっと割れてはしまってますが3434表記見えます。ちょっとレングス長めですが、はい、オレンジタブですね。実寸がね3333、少し縮んでますが、はい、ちょっと身長180ぐらいの方、はい、合わせられるんじゃないでしょうか。雰囲気抜群にいいです。こちら12800円に消費税です。はい、続いては501の USA 製です。文句ないですね、いいヒゲです。はい、ちょうどあたりもね全体的にいい雰囲気ですね。特に大きいダメージはありません。はい、そしてパッチ表記3332、いいサイズですね。はい、後ろちょっとねポツポツと、まあ、ちっちゃいダメージですけど、そんなに目立つあれではありません。はい、この色の雰囲気抜群ですね、 USA 製。はい、こちらあ安いな、9800円に消費税です。はい、続いては505ですね。はい、結構ね505お探しの方多いんじゃないでしょうか。はい、状態的にはいいと思います。うん、パッチ表記日給34表記、ちょっとレングス長めですけれども、はい、505シングルですね。耳はついてません。はい、こちらシングルステッチです。はい、全体的に状態はいいと思うので、はい、ちょっと細めの男性もしくは29なので、ね、女性が、はい、履いてもいいと思います。ちょっと下ねロールアップしてあげれば合わせやすいと思います。はい、こちら25800円に消費税です。はい、続いて501のビックリですね。はい、これはね、長いなレングスが、はい、いい感じのヒゲですね。ヒゲも出てますし全体的に色も綺麗に落ちてます。はい、オリジナルの、チェーンステッチですね。はい、こちらパッチ表記がウエストが見えないんですが、実寸がね3234、はい、多分3338じゃないかと思います。こちらね501の前に1がついているので、いわゆるロングバージョンですね。パッチ表記レングス38の縮み、今実寸が34ですけれども、はい、かなり足の長い方、うん、それこそ185センチぐらいある方だったらねいけるんじゃないでしょうか。はい、まあ、ちょっとね下2つぐらいロールアップして履いてもいいと思います。コンディションもね色落ちも抜群に綺麗です。はい、こちら98,000円に消費税です。はい、続いては501の WX になります。はい、こちらねパッと見でもオールイエローサイドステッチ長いです。そしてリベットの文字も小文字見えるかな。はい、ゼオタイも
特に大きいダメージはないですし、オリジナルのチェーンステッチ、はい、全体的に綺麗に落ちてますね。そして片面です。当然レザーバッチちょっとクシャッとなってます。はい、これだいたいねウエスト1インチぐらいこうちょっと縮まってる感じなので、実寸が今ね3034です。ですけれどもここがこれだけ縮んでるってことは、おそらくパッチ表記は32だと思います。3236表記。はい、お尻の部分ちょっとちっちゃくここに小穴をリペアしてる部分があるぐらいですかね。あとは裾口に少しまあ擦れた跡があるぐらいです。あとポケットですね、ここにちっちゃくリペアが入ってます。アーケードのステッチはねちょっともう取れてしまってますが、オールイエロー、はい、これは47ですね、完全な、はい、47年です。先ほど言ったようにパッチがねちょっとキュッとなってるので、これ履いてるうちにねどうしても取れてしまう可能性はあります。はい、ただ先ほど言ったようにパッチ表記3236の縮みですね。はい、ぴったりの方はぜひ片面で398,000に消費税になります。はい、続いて大人気ですね、お探しの方も多いんじゃないでしょうか、リーのハウスマークです。はい、E が横そのままなので50年代ですね、サンフレーズ38です。はい、やっぱねカバーオールはね大きいのが多いんで38、これ僕はねジャストサイズです。はい、ひっくりなので 98J ですね。はい、まあ、ちょっとね、少し汚れとかはあるんですが、ロング L ボタン、はい、あと後ろにもねちょっとリペアがあるんですが、まあ、雰囲気はいいと思います。僕がリバースの上から着てジャストですね。はい、もう大きいカバールが多いのでね、38お探しの方ぜひハウスマークで、こちら79,800円に消費税です。はい、こちら、教養としてのデニムという書籍を出版させていただきました。はい、皆さんにぜひね読んでほしいので、書店あとはうちの店頭の方でもね販売しております。よろしくお願いします。